ファイナリーのブルータンと普段はほんわかパワフルボイスのリードボーカルメグです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もともとダンスを最初にやっていて、なんかスクールでアーティストさんのバックダンサーをした時に自分もバックダンサーっていうよりは前に出て歌うとかアーティストになりたいと思ってまた歌を始めて、でそこから学生の頃からずっと、もともと関西でソロでアーティスト活動をしていて、で19歳の時に上京して、グループで活動をすごくしたくて、でまあ一応前のグループのプロデューサーさんと出会って、今のこのメンバーと出会ってグループをやるっていうことになって、まあ、アーティスト志望だったのでアイドルっていうものになりたくて最初始めたっていうわけではないんですけど、歌もダンスもガツガツやるアイドルもいるし、なんかいろんなアイドルがいる中でやっぱりファンの人たちと一緒にライブを作り上げるアイドルってすごく素敵なお仕事だなと思って、今はアイドルになっています。なんかあんまりこうアーティストとアイドルのなんか隔ててるものってあんまり思ってたよりも感じなくて、やっぱりアイドルもこうステージで私たちが熱いパフォーマンスをすればファンの人たちもすごく返してくれるし、なんかアーティストでやってた時よりもアイドルの方がそのなんかお客さんの熱とかもすごく感じられるかなっていうの、まあ、今はコールができないご時世ですけど、サイリウム持ってこうコールしてミックスしてくれてっていう、その応援してくれてる気持ちがすごく伝わるのが、なんかアイドルやっててよかったなってすごく思う瞬間かなと思います。やっぱり一度こう歌とかダンスで有名になりたいっていう夢を持ってから、そればかりを考えてやってきて、たので、まあ、高校卒業の時に大学とかどうするってなった時に、やっぱりこの仕事がしたいから上京するって決めたし、そう言ってやってるんで、やっぱ親の力もあったし応援もあったし、周りに支えてくれる方もたくさんいて、なんか今は自分だけの夢じゃなくなってるなってすごく感じるので、ファンの人たちの思いも乗せてこのアイドルを目標叶えるまでやり続けるしかないなと思っています。私はリードボーカルなので、一応個人では YouTube で歌ってみた動画をアップしたりとか、仮歌のお仕事とかもやってるんですけど、この自分の歌声で初めて見た人の足を止めるような、そんなこのグループを見るきっかけになればいいなと思っていて、やっぱり声とか歌を使った仕事と、あとはお芝居も少しやっているので、まあ、舞台だったり映像の仕事だったり声優だったり、そのあたりも今後広げていけたらいいなと。